なので、内容は何も書いてないですけど、内容が12時半と15時半が入れ替わりますので、はい。でもわかんないけど、でも焙煎はさ、あれでしょ、ミントさん、ミントさんとこ行くんだよね。なんかそんな、そんなようなお小遣い貯めとくようにって言ってる。きっといっちゃんもまた呼ばれちゃうよ。お小遣い貯めなきゃ。お見送りお見送り
今日帰るの明日、うん、これずっと待ってた、いっちゃんずっといなきゃ。あ、ゆずちゃんが来た。ほんとだ、ゆずちゃんが来た。お見送り隊が来た。楽しかったね、久しぶりでね。よかったね、いっちゃん。いっぱいもらっちゃったね、いっちゃん。大変、ま、太っちゃう。いっちゃん太っちゃう。あ、出るよ、ほら、カロリーないの。そうね、カロリーないから大丈夫。まあ、でもそう桃なんでカロリーないんで、大丈夫、噛まなくていいから大丈夫。大丈夫、大丈夫。あ、ゆずちゃん、ゆずの方乗った、嬉しい。北海道も行ってた。またオタタの後藤のイベントが始まった。懐かしいこの感覚。ゆずちゃんイカダで行くんやろ。え、私はゆずちゃん行くんやろ。ゆずちゃん行くんやろ。ゆずちゃん行くんやろ。ダムで泊まるけど元気だね。無事北海道で会えることを祈ってる。だからね。猫とか追い出される。猫とか追い出される。そうそう。空港で降りる方。はい。大丈夫ですね。では出発します。